長岡ゲストハウス宿長の三浦です。ヨイタにゲストハウスを作りました。このゲストハウスはいろんなところから来る旅人とか、あと長岡市とかいろんなその場所から集まったり、ヨイタの街の人と交流してもらうというふうな場所として作りました。ここでいろんな人と集まって一緒に食べたり飲んだり話したりして、いろんな人の人生聞いたり、新潟の楽しさとかそういうことを共有できる場所、そういう場所になったらいいなと思いまして、こういう場所を作りました。ぜひ遊びに来てください。魅力は、うん、もちろんあの与板城と元与板城とあと陣屋っていうその3つの城があったっていうその古い歴史、うん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 、そういう歴史があったのとかもあるし、あと商店街が、うん、まあ未だにちゃんと残って、そこにこう人が交流してたりとか流れがあるっていうのもすごくいいんですけども、何よりもあのこの与板で未だにその若い人たちがこの与板を盛り上げようとしてたり、自分で何か新しい価値を生み出そうとしてるっていう、なんかそういう風なそのな、なんだよ、人が面白い。ここ普通ゲストハウスとかあの宿ってなかなかの人がね、その宿って誰が来るか分かんないし、なかなかね出入りもあるんで、結構そのまあ正直言ってあんまりこう会ってもなんか怖かったりとか、多分そういう風に思う人はきっといるんですけども、でもそれが与板のそのまあ馬場町なんですけど、馬場町の人たちはみんなそれを受け入れてくれて、いろんな面白い人とか若い人がここで来てもらって、でそれで楽しんでもらいたいとか、そういう風なのに協力してくれてる、そういう風な空気感がすごくあるんで、なんかそういうところはすごく与板に来てよかったなと思います。この町内ですね。この昔あの与板の町って城下町なんで、まあその昔からのその妙なんかここがどういう風に使われてるとか、そういうのがあるんですけど、この馬場町は馬の場所って書いて馬場町なんですけど、まあそういう風な馬がいた場所みたいな、で、あとはその泉町とか、うちの方に泉町とかあったりとか、なんかそういう風な歴史がまだ名前として残ってる、それがすごくやっぱ面白い。で、また家の裏に入ったら蔵とか、そういう風なのもまだあったりとか、そのちょうどいい古さというか、それがすごく心地いいんですよね、なんか。なるほどね。で、すぐ裏には山あるし、向こうには信濃川あるし、向こうには田んぼあるし、なんかすごくその町なんだけど、周りが自然でいっぱいで、すごく面白い場所。そうです。与板はその、まあ、昔は自分の本当のその母方の親戚は中之島の与板寄りなんですよ。ちゃんとだったりする勘弁ね。で、よく与板の町に買い物来たりとか、日常的に利用したりとかしたんで、ここの目の前の天地人通り、天地人通り、はい、今はこの遊歩道みたいになってますけど、でこれをもともとあの電車の線路跡、線路跡なんだ。そうなんですよ。ずっと線路跡が残ってて、でそれがまあずっと昔に廃線になって、ずっとこの線路跡を通ってたんですけど、それがまあ合併なんかのそのタイミングで通れました。なるほどね。おじいちゃんおばあちゃんとか地元の人が、あと犬の散歩とかで、ここのフリースペースは基本的に空いてる時間だったら誰が来て使っても OK ってこと？はい、お邪魔します。ここのフリースペースは Wi-Fi 通ってますし、あと電源もあって、なんかフラッと来た旅人とか、まあ、自転車旅人とかヒッチハイクの人とかが、その結構スマホとか持ってる、みんな今持ってるんですけど、それがあのなんか充電する場所なかったりとか、
そういうところで座ってもらったりとか、あとはちょっと5つもいる場所から離れてこうコワーキングスペースとして、なんかこうちょっとここで気分変えて仕事したいっていう時に座ってもらえたらいいなっていう。であとね、こう生放送してるんですよ。ほう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 。生放送してて、まあそのセキュリティとかの意味でやってたりとか、あとはここでなんか宣伝したい人とか、今もここ繋がってるってことだよね。繋がってます。へえ。そう、じゃあこのアドレスは後で。